本日もご視聴いただきましてありがとうございます。なんで霊気品の風の右線はこっから来るんでしょうね。面白すぎますよね。さて、一日空いてしまいましたが、お話の続きでもしましょうか。大学に入ったぞぐらいでしたね、確か。まあ一日空いた理由は、台山国籍を先に撮影してたっていうだけなんで、特に意味はないです。さて、大学に入りました。私は。まあ、最初はまあ、普通に順調にやってたんじゃないでしょうか。比較的ね。まあ、書道コースなんで、まあ、全員入るみたいな雰囲気があったんで、書道部に入り。で、まあ、高校の先生のつてで紹介してもらった北野先生の教室に通い、みたいな。で、まあ、夏休みぐらいまでは、その子供の頃からの日本習字の教室にも通いと。で、まあ、大学では、普通に講義を受け、まあ、単位を取るための講義を受け、で、まあ、一応、大学行ったんやからということで、教員免許取るための講義も受け、みたいな。もうフル稼働ですよね。充実した大学生活となるんでしょうが、やっぱりね、元引きこもりというか、ついこの間まで引きこもりやったやつにはちょっと荷が重かったんですかね。いつぐらいからかな、2年生ぐらいかな、1年生かな、ちょっと忘れましたけど、ちょっとずつやっぱりね、活動が鈍ってくるんですよね。それはもう学校の授業だけじゃなくて、他のことも、もう生命活動が衰えてくるとかいう感じ、イメージですかね、僕にとっては。これ人弁がめっちゃ短いですね。で、まあだんだんと、まあ、引きこもりがちになってくるみたいなところがありましたね。またこの頃の記憶もあんまないんですけど、大学の1年生、1回生、2回生ぐらいでどれだけ単位取ってたかっていうのも今ちょっと覚えてないですね。で、まあ最初にあんまり行かなくなったのがやっぱ大学で、まあ別に勉強についていけないとかそういうことではないんですよね。人間関係が特に悪かったということでもないんですけどね。やっぱりこう活動というか生命力が鈍ってくるとね、あんまりね、遠いとこっていうのがね、なかなか行けないんですよね。まあ僕の場合ですけど、やっぱ大学までね、片道2時間ぐらいかかるんですよね。で、まあ書道教室は近所やし、北野先生の教室も草津の駅前やしみたいなね。なんでそっちの方は、まあ、比較的マシでしたね。解禁とはいかないですけど。と、まあそんな感じの大学スタートでした。で、まあこれからが、まあ僕がまた人間関係に恵まれてた話に戻るんですが、まあ、本部が、今の書道会の本部は大阪にあるんですけども、だからまあ滋賀県の教室に、滋賀県に先生がお越しになって、そこの教室でまあ見てもらうというスタイルなんですけどね。で、まあ何か練成会とかいうのは基本的に大阪であるっていう感じなんですよ。
じゃあまあ遠いからね、なかなか活動力のしてる僕では行けないところなんですけども。その高校の書道の先生のご主人が今の書道界で活動されていて、今はちょっともうやっておられないんですけどね、この書道界では。でその先生に大変お世話になりまして、まあ当時僕含め4人5人滋賀県の北野先生の教室に通ってる大学生がもう5人4、5人いたんですけどね。だから何かあるともうその人たちを車に乗っけてくれて、その大阪まで連れてってくれるとか、お人柄も非常に温和で、もうさまざまな面で助けていただいてましたね。だから僕がかろうじて引きこもりにならずに書道を続けていられるのもその先生のおかげが非常に大きいです。だからもうその高校の先生と合わせて、そのこれ根っこの根かな、ローやったらこうですね、高校の先生とそのご主人と、その二人はある意味もう命の恩人級の感じなんですけどね。書道を通じてなんとかギリ社会性を保ってるような人間なんで。もちろん先生だけじゃなくて、その書道の仲間に恵まれたことも非常に大きいですけどね。さっきお話しした 4,5 人滋賀県から書道をやってたと、またね、この人らがね、うまいんですよね、みんな。みんなそれぞれのまあ教室なり部活なりで書道をやってきて、でまあ同じ時期に北野先生の教室に通い出すと。だからみんなちょうど同じように書道会のこととかも展覧会のこととかもよく分からなくてっていうのがまあ良かったんでしょうね。お互いにまあ助け合いながら、まあ、僕が誰かを助けてたどうかちょっと疑問ですけども、引きこもってましたんでね、相変わらず。僕はもうだいぶ助けられました、それ。仲間に助けられてましたね。でまあさっきも言いましたけど、みんなそれぞれうまいんですよね。この人は思い切った字書かしたらうまいとか、この人は近代詩書いたらめっちゃうまいとか、隷書がめっちゃうまいとかね、今でもやってはるんですけど、みんな、まあ、未だにあうまいなって思うことはあります。それがまた良かったんですよね。その中でも僕が頭一つ抜けてるということは全くなかったです。
まあその賞を取った取らないでね、人のうまい下手っていうのは判断できないですけど、そんなあの賞に入るか入らないか、なんか入るか入らないなんか時の運みたいなもんもありますしね。例えば高野山なんかで言うと、まあ取った賞の大きさで言うと僕が一番このいい賞にはいただいてないというかね、他の人らは最高賞受賞されましたし、これはまあ天のとこかね。その滋賀県の仲間のうちで毎日天でこう賞入ったのも別に僕が一番ではないですね。確かそれが今思ったら非常に良かったと思いますね。まあ、別に賞をいただいたからといって調子に乗る性格でもないんですけども、上手い人が近くにいたっていうのは本当に幸運でしたね。しかも同年代の。まあ、そういう意味では非常にまあ今回の受賞でも言われるように、お前は運がほんまにあるなっていうのは本当その通りやと思いますね。実力以上のことで助けてもらってるっていう感じがすごく多いですと。今日はこの辺までですかね、お話は。まあ要約すると、まあ、大学も相変わらずちょっと精神的薄弱で引きこもりがちになり、でも仲間や先生のおかげでなんとか書道を続けることができているというぐらいの話ですね。まあ喋ったらもう10秒にも満たないですよね。これは点2つあった方がいいのかな、確か点書からすると。ついついいらんことばっかり喋りすぎてしまいますが、おっとこれもうちょっと縦長に書かなあきませんでしたね。思いの方がだいぶ下に来てますわ。まあ次回は楷書なんでそんなに喋れるかどうか分かりませんが、まあ興味あったら聞いてみてください。これは石か。はい、今日もありがとうございましたと。